J リース FC は、大分県大分市に本社を置く、J リース参加の実業団サッカーチームである。2018年4月、大分市に本社を構え、家賃債務保障事業や、医療費債務保障事業を行う J リースが、CSR 活動の一環として、スポーツを通じた街づくり及び地域貢献に、取り組むべく、大分市をホームタウンとする、カティオーラ FC と連携して設立した。 初代監督に、元栃木 SC の長吉拓馬が、選手権人で、キャプテンには元ベルスパ大分の池田達也が就任し、カティオーラ FC が所属していた大分県社会人、サッカーリーグ3部に参戦。前期リーグを故障1分の1位で、後期上位リーグを参戦全勝の1位で終え、1年で2部昇格を、決める。2019年、ベルスパ大分から梶谷光人と、 木島優が加入。県リーグでは10試合中7試合で4得点以上と、他クラブを圧倒して、無敗優勝、一部昇格を決める。また、全国クラブチームサッカー選手権大会に出場し、3位の成績を収めた。2020年の天皇杯予選を兼ねる、大分県サッカー選手権大会にも初出場したが、社会人、グループ予選2回戦で、FC 中津に、 pk 戦の末敗れる。2020年、ベルスパン大分から衣服明らきが加入。県リーグでは、前期、第2戦で、ヤバケ FC に、リーグ初黒星を喫するも、前期を首位で折り返すと、後期上位リーグでも安定した成績を収め、一部優勝を、果たす。2021年1月の、九州各県リーグ決勝大会でも優勝し、九州サッカーリーグ昇格を決める。 全国社会人サッカー選手権大会大分県予選でも優勝を果たしたが新型コロナウイルスの影響により九州予選及び全国大会は中止となった大分県サッカー選手権大会では社会人グループ予選1回戦で九州総合スポーツカレッジに大敗し2021年の天皇杯出場を逃す 九州リーグ初年度となった2021年は13勝を上げ3位と検討した。しかし同年優勝した沖縄 SV2 位のベロスクロノスツノとの試合では4戦全敗を喫した。九州社会人サッカー選手権大会でもブロック優勝し全国社会人サッカー大会への出場を果たすが2年連続で大会中止となった。ありがとうございます。